体幹トレーニングやダイナミックストレッチを行う際、どのタイミングで行った方がいいのかご説明をさせていただきます。まず体幹トレーニングですが、体幹トレーニングを行う前、ジョギングや縄跳びなどを使ってしっかりと心拍数を上げた状態で行ってください。体が温まっていた方が効果があると思います。次にダイナミックストレッチですが、体幹トレーニングの後、静的なストレッチ行った後にダイナミックストレッチを行うと効果があると思われます。ダイナミックストレッチはバスケットボールの動きにより近い動きですので、練習、試合、バスケットボールのウォーミングアップを行う前に行うと効果があります。以上のことを注意しながら行ってみてください。